前回のあらすじ、最近葵の店に柄の悪い客が来るようになった。そのことに店員も憤慨している中、葵は心当たりがあった。メモ書きを残していった男である。それ以降に頻繁に店に来て言いかがりをつけて来るようになった。そしてついに事件が起きてしまう。その日はクリスマスの準備で帰りが遅くなってしまった。そこを狙われたのだ。葵は一体どうなってしまったのか。闇を切り裂く光をこの手に立ち上がれ何度でも。心が途切れた夜に騒がしかった。夜中に救急車が来ることになったので、なんだ、何か女性が襲われたらしい。まったくここも物騒になったわね。負傷者を乗せ緊急車両は出発した。たくさんのやじ馬に見守られて、茜はどうも寝落ちしていたらしい。依頼をした相手から報告を聞くために、この人物は自分が欲しいものはどんな手段であろうともやってくるのだ。そうやって今までも欲しいものを手に入れてきたのだった。そしてそれはどんどんエスカレートしていく傾向にあった。しかしこの日は依頼した相手からいくら待っても連絡が来ることはなかった。茜は頭にきていた。自分をこれほど待たせるとはと。葵、陽介さん助けて。陽介。葵さん。陽介は焦った。何か葵にただならない事態が起こっているかもしれないと感じた。朝方見た夢のことが気になっていた。そのことでずっと気分が落ち込んでいた。そこへ来訪者が現れる。陽介さん。葵。陽介。え、葵さん。陽介は驚いた。心配していた相手が目の前にいるのだから。陽介。葵さん大丈夫ですか。葵。え、何のことです。陽介。今朝不吉な夢を見て落ち込んでいたものなので、葵さんのことがずっと気になっていました。葵、そうだったんですか。何か陽介さんってすごいですね。私のことをそこまで心配してくださって嬉しいです。でも大丈夫ですよ、帰り討ちにしてやりましたから。陽介。え、帰り討ち。葵の話によると、仕事の帰りが遅くなってしまった日に帰り道をずっと後をつけられて逃げたが、結果的に相手に追いつかれて襲われそうになった話をした。その話を聞いた陽介はとてもショックを受けた。その時に何もしてやれなかったことに罪悪感を感じた。そしてとても興味深い話を聞いた。その頃茜の家にチャイムが鳴った。誰だろう、誰か来る予定はないし、そもそも友達いないので来るはず。ネットで注文は最近はしていないので宅配業者のはずもない。では一体誰、もしかして陽介さん。そんなことを思いながら玄関を開けてしまった。玄関を開けたらそこにはなんと刑事が立っていたのだった。刑事が一体何のようなのか。刑事。00茜さんでお間違いないですか。茜。はい、そうです。刑事。昨夜のことで少しお聞きしたいことがあります。少しお時間いただけないでしょうか。茜。はい、わかりました。茜は平常心を装っていたが、内心かなり焦っていた。昨日連絡が来るはずの相手からも連絡が来なかった。もしかしたらしくじったのではないかと。茜の心の声。使えねえ。続く。
求める女